はい、今回の動画はワードで表を作成をした後にその表組みが不要になった場合に素早く元の文字列に戻す方法をご紹介します。 でワードで表を作成をした後に、まに、あ、そのですね表のね表組み自体がねちょっとやっぱいらないかなといった場合に表をね作成した直後であればですね、まあ、戻るボタンとかで戻してもいいとは思うんですけども少しね時間が経っていたりだとかですねこの表を作った時にちょっとね複雑な表を作ったなんていった時は戻るボタンで戻すんではなくてですねもうちょっとね素早く元のね文字列に戻す方法があります。 それでは早速やってみたいと思うんですけどもまずはね表の中どこでもいいんでね、まあ、カーソルを入れてですね、まあ、選択をしておいてもらってこの上のレイアウトタブですねこちらをクリックします、はい、次にこの中のこのデータというグループの中にこの「表の解除」という項目がありますんでこちらをクリックをしてください はい。そうすると、この表の解除というウィンドウが開いて、この文字列の、ね、間の区切りを、ね、何にするのかという、ね、選択になりますんで、もともとその文字列の間を区切っていたものを選択をしてもいいですし、まあ、いずれにしても、ね、ここから、ね、その文字列の区切りを選択をします。じゃあ、今回、じゃあこれ今、ね、タブになっているので、このままタブにしましょうかね。なのでタブを選択をして、これで OK ボタンをクリックします。はい。そうすると、こういった形で,です、ね、表を、ね、文字列に解除することができて、 この文字列の間を、ね、タブの区切りにですね変更することができました。はい。といったことで今回の動画ではワードで作成した表をですね元の文字列に戻す、ね、方法をご紹介しましたけども、まあ、すごくね頻繁に使うものではないとは思うんですけども、まあ、一度ね表を作成をしたんだけどもちょっと一旦元に戻してまたですねどういった形にするのか考え直したいなんていった時にですね使ってもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして ありがとうございました。